こんにちは、松島理恵です。今日はジャコモ・プッチーニ、ラ・ロンディネのオペラの有名なソプラノのアリアについてお話をします。ラ・カンソーネ・ディ・ドレッタ、イタリア語はL の発音と R の発音がとっても重要です。 L と R のイタリア語の発音ができるようになったら、それに色をつけることを習慣にしましょう。そうするとね、歌うときにとても楽しくなります。ラ、このねラを習慣にしてみてください。ラ、ラ、イタリア人、ヨーロッパ人はこの L の発音をしっかりしないと理解してくれません。またとてもね可愛い L の発音だと思います。日本語にはないので、ちょっとね習慣になるまで難しいかなと思いますけれども、慣れちゃうとそれをやらないとね、今度は気持ち悪くなるような気持ちに、生殺用でっていうんですけれども、感覚になりますから、ぜひやってみてください。ラ、発音を正しくすると、そのまた向こうにまた楽しいことが待っています。発音を正しくしましょうだけで終わるのはつまんないね。ですから、ラと発音をしてみて、それができたら、そのラを発音するときに、ああ楽しいなとか、解放感がするなとか、それからその言葉を発音することによって、何かそのこれから歌うアリアについて想像が自分を違う世界に連れてってくれるということを考えてみましょう。ロンディネ、ロンディネ、この L、 巻き舌はイタリア語の典型的な言葉ですね。このロ、ロン、このロ、L、O、N、ロンっていうね、このまた N の発音を L と発音することによって、そのロンディネっていうのはツバメという意味ですけれども、そのツバメの意味がその発音とともに、音楽とともに、そのツバメがどういうことなのかっていうのを自分で感じることができると、とっても楽しくなります。自分の中に歌ってて絵を描くことができます。ですから、この2つの音の違いをしっかり味わって発音してみましょう。ラ・ロンディネ、このようにラ・ロンディネではなくて、ラは漢詩です。ロンディネ、ロンディネ、このように発音してみてください。ジャコモ・プッチーニ、プッチーニです。ジャコモ・プッチーニ、ジャコモさん、この曲はキルベルソーニョディドレッタポテンドビナール、このフレーズが長いフレーズになってて、で、楽譜を見てみると、その8分音符、例えば2つとか3つとか16分音符とかつながってなくて、プッチーニはバラバラに音符を1個ずつこう別々にして分けて書いてあります。これはとても興味深い楽譜のね書き方かなと思います。大抵は8分音符2個だったら一緒につなげちゃうね、書き方をしますよね。また8分音符1個で16分音符が2個続いた時にも、それを3つの音があった時につなぐように書きますよね。そうじゃなくて、彼は別々にしてあるんです。すごくそれが面白いなと発見しました。それが、トーランドットのモルテ・ディ・リューのソプラノのアリアに同じような書き方で彼は作曲しています。次の言葉はイールスをミステルコメマイコメマイフィーニ、このようにイタリア語をはっきりと滑らかに何回も言ってみてください。はじめはね、別々にブツブツに切ってみてください。例えばこのようにイールスをミステルコメマイコメマイフィーニ、このように別々にはっきりと発音しましょう。Il、 またイタリア語は漢詩がとっても大切です。Il
さっきのロンディネの前にツバメという名前、意味の前にラという漢詞がついています。この漢詞をつけないとイタリア人は理解してくれません。言葉だけロンディネと言っても、私たち日本人は日本語にはね漢詞がないから、漢詞をなくて喋ってる人をもう慣れてる。例えば私もよく考えて漢詞をそのたんびに考えて言わないと、ね、考えて言わないと言えないんですね。だからイタリア人の人たちは私が漢詞をなくて喋ってるっていうのを慣れてますから分かってくれるんですけれども、全く全然その日本人のこととか日本語のことを知らない人は漢詞をなくてロンディネというと分からない人が多いのが現実です。ですからロンディネはラ・ロンディネと一緒にパックで覚えてみてください。でここはイル・スオ・ミステル、彼女のとか彼のスーオですから 三人称ですよね。スーオで、これもスオじゃなくてスーオ、スーオ。イタリア語は大変音楽的です。イル・スオ・ミステル、このように音楽的にイタリア語発音してみましょう。イルスをミステールコメマイコメマイフィニっていう風になります。でこのイタリア語を何回も何回も息を吸って止めて歌うように滑らかにレガート唱法で言ってみてください。特にこのラ・ロンディネのアリアの場合は初めの部分がレチタティーボのように語ってる部分なので、歌ってるようで歌ってない、語ってるようで語ってないというような表現が必要になってきますので、このイタリア語をかなりマスターして言わないと、うん、このアリアがね十分表現できないかなと思います。ですから米米米米というふうにリズムが2回続きます。こういうふうにね、だから2回リズムが続いて言葉は同じなので、同じ表現はしないでねってプッチーニさんが言っています。ですからこれはその人の、自由な解釈で、米米米米、初め強くしてあとは弱くとかね、初め弱くして次はフォルテとかね、それは自由に表現してみてください。コメマイコメマイフィーニフィーニ、なんで終わっちゃったのっていう意味ですから、フィで、これはテクニック的にもフィをはっきりと発音しましょう。フィーニ、こういうふうに、そうすると次のドのアに行くのがとても、簡単です。遅くなったりっていうのはどこから来ているのかっていうと、すべてイタリア語です。イタリア語のアクセントをアッチェントトニコ、パッショーネ、例えばパッション、パッショーネとじゃなくてパッショーネ、このパをはっきり発音、パッショーネ。言葉をはっきりと発音できるようになったら、今度はそれをどうやって音楽的な表現の色にしていくかということを勉強してみるととっても楽しくなりますよ。それでは皆さん、次回またお会いしましょう。じゃあね。チャオ、アリベデチ。